皆様こんにちは12月2日の午後いかがお過ごしでしょうか12月1日今年最後の号となるイーシアマンスリーレポート2010年12月号を発売開始いたしましたそれがこちらです今月号の気になるトピックは何なのかその読みどころをイーシア代表原田武雄に聞きます12月1日 いいやマンスリーレポート最新号が発売になりました。 今月号のテーマは何ですか今月号は3つテーマを取り上げました1つはあトリウムとレアアースですね2つの物質資源をめぐる、まあ、関係ですね、えーまあ、これは世界全体がです、ね、大きくこれから動かされていく、えー、2つの物質についてですね、えーまあ、何を知っておくべきなのかということについて探ってみましたであと2番目がですねフリーメイソンあるいはまあフリーメイソンとも言われますけれども、えー、いわゆる秘密結社あのですね、えー、実態に 3番目があ風水ですね、えー、これはまああの影、それから日向というか、陰陽ですね、陰陽という書きますけれども、えー、この陰陽説にのっとってです、ね、えーまあ、土地を見る、不動産を見るために、東アジアでは伝統的に使われている技術である風水について考えてみました。以上ののつが今回のテーマです。 資源問題であるトリウムやレアアースはともかくフリーメイスそれに風水というと全くマーケットとは関係がないように思うのですがなぜ今回テーマにしたのでしょうか あの、ここに来てですね。私ども1社のマンスリーレポートではいわゆるですね。狭い意味での金融商品を中心とした金融マーケットからですね。大きく飛び出して、えー、より大きな観点からですねこれから世界はどうなっていくのか、その中で日本はどうあるべきなのかということを考えるためのえー、まあ、これだけでしか読めないですね。総合的な媒体としてまあ,あ組み直しております。で、その中でですね。えー、まあトリウム。それからレアアースというのも一般的にはまあレアアース自動車産業にとって大変。だと いったような話だけしか、まあ、語られていないんですけれども実際にはレアアースが取れるとです、ね、必ずトリウムという物質が取れてくるじゃあこのトリウムをぐって今です、ね、どういった争奪戦が行われているのかそれとあともう一つです、ね、ほとんど、まあ、これは専門家の方は十分ご存知なんですけど、一般には全く特に日本では語られていないのが最終的にです、ね、トリウム原子力発電トリウム原発はです、ね、一体どの国が持っている技術が勝つのかというところであります。今年 市の5月に出しました、あ狙われた日課の金塊、まあ、小学館で出させていただきましたけれども、この本に書いていた状況からさらに一歩進んでいます。で本当 党の勝者というのはいよいよ見え始めているというところが今回の論点であります。じゃあ一体その中でですね、中国は一体レア,アースの金融措置というのは何で取ったのかというところも含めてですね全体像を追ってみたいと思いますで。その一方でですね、じゃあフリーメイソンそれから風水どうなのかということなんですけどまず風水の方なんですけども、これは日本においてですね不動産マーケットを考える際に絶対に避けては通れない点だと思います。まあ、実際にですね、それこそ小料理屋とか言っても塩がま持ってあるというのをよくですね、えー、ご覧になら ることともあると思いますそれは単に演技担ぎということを超えて、ですねやはり日本の不動産鑑定額の、のまあ、そういうふうにです、ね、言うべきものとしてですね風水がこれまで育てられてきた、でこれを知らなければ、ですね日本、それからまあ特に韓国、そしてですね中国といった東アジア全体の文化を超えて、ですね不動産マーケット、そしてそれを土台とした金融マーケット、わからないという観点から、じゃあ、風水といえば何を知っておくべきなのかということについて、まずですね第1項目ということでお届けするものであります。 実はま朝鮮の風水というですね非常に有名な本がありますけれどもこの本を中心にですね現代の風水については日本が非常にですねまあ、今まで研究をまとめてきたという経緯がありますそれは一体何なのかということを中心にしながらお届けしたいと思いますあの非常に非科学的なように思われるかもしれませんが実際にはですそうではないという点ですね現代科学を用いてなぜ風水で良い土地とされるところがですね本当に良いのかどうかということについても。 これもです、ね、磁気生理学といううに言いますけれども磁気生物学の検知等もです、ねえーまあ、最新の検知を踏まえながらあまあ 今回は研究してみた次第ですでフリーメーソンなんですけども、フリーメーソンもです、ね、一般的にまあ陰謀論、まあ、コンスピラシーセオリーの世界で、えー、皆さんです、ね、まあ、一部のお客様、あるいは読者の方々は大変好んで語られるテーマなんですけども、えー、このフリーメーソン、フリーメーソンが、ね、一体なぜ、えー、まあヨーロッパにおいて作られたのかと、で秘密結社というのはです、ね、一体金融マーケット、それを取り巻く、まあ、国内外情勢の中で,です、ね、一体どういった意味を示していくのか、それとあとです、ね、日本ではほとんど語られることがなくて、だから、 だからだと思いますけれども、非常に誤解を呼んでいるのが、フリーメイソンがですね戦前、戦後の日本でどういった形で活動を展開してきたのか、今、どこにあるのか、何をやっているのかという点でありますま。この点について、特にまあフリーメイソンの関係者たちが書いているえまあ直接的なですね第一次,第次的な資料、それから写真もですね用いる、引用する形で今回はえまあ論文を書かせていただいた次第でありますま。いいわばですね何ででももかんでも世のの中悪いのはですねロシアルと あとはプリンスのせいだというふうにまあ考えられる向きが多いんですけれどもそういった単純な思考を超えてですね一体、彼らが何を本当のところやっているのかというところについて知ることがこれからの世界史、それから日本の大きな変動を知るにあたってひいてはですね皆様方の明日の生活を守りですねさらに豊かさをつかんでいくために必要ではないかという観点から取り上げた次第です。 最後に読者の皆さんへ一言お願いします。今回のですね、2010年12月号はそういうことで非常に大きなテーマを取り上げました。まあ一般には語られない原理をですね、まあ、知っていただくということで全く違うような意見したところですね、違うような分野を取り上げたわけですけれども、まああのこの3 をですね総合していますとやはり我々はですねいかに普段ですね一般的に大手メディアで語られている情報だけでは暮らしていけないのかということはご理解いただけるんじゃないかなと思います特にあのフリーメイスに関しては日本とですねアメリカの関係今非常にギクシャクしてますけれどもこのアメリカとの関係を考える際にですねフリーメイスの影響力をですね考え,なく考えないことにはです、ね、全く理解できないと思います逆に東アジアを理解するにあたっては風水を理解しなければ全く、えーまあ、こ言葉 がからなないいいいととととうここを超えてです、ね、全く理解すすることはできないと思いますそしてエネルギー革命がです、ね、常に金メルトダウンに伴ってきたということを考えるとこれから先です、ね、必ずエネルギー革命が起きますでその際にですに、ね、風力発電とかあそういった代替エネルギーでは全く対話不可能であるということは明らかである以上です、ね、やはり原子力しかないとしかし本当にウランなのかそうではなくて本当のところはトリウムでありです、ね、さらにその先にあるものな,なのではないかということで思考を自ら進めていくでその中で,です、ねえー、まあ目先のことも先のことも そうですけれども、三、えー、年、五年、十年、あるいはですね、二十年、百年ということで、えー、世界をですね、考えていく、まあ、そういった。 機会として年末最後にですね大きなまああのまあ原理ということでですね三つを取り上げたわけでありますもちろんまあ今回ですね毎回と同じで予測分析シナリオアップデートということで最後ギリギリ書いてる最中にですねレの情報公開サイトウィキリークスのまあ大量のアメリカ国務省のですね機密電報のリーク事件というのがございましてそれも踏まえた上でじゃあ今一体これから先何を考えればいいのかとまあ年越しに向けたですねまあ年越しから 来年の春にかけたです、ねえー、現在とこれからのマーケットとそれを取り巻く国内外情勢の使用目です、ねえー、についてもしっかりと書いておりますのでそれらを併せてです、ねまあ、これを読んでいただくことで、まあ、無事に年を越していただければなというふうに思う次第ですありがとうございました次回も新鮮な分析をお届けいたします。どうぞお楽しみに。